チャンネル。 TYM 人事部畑です。本当です。本日外資系投資銀行バークレイズの内部事情ということで、また富田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。富田です。よろしくお願いします。バークレイズ在籍時にリーマンショックをご経験されたそうですけれども、はい、当時振り返っていただけますでしょうか。証券業界、投資銀行業界っていうのは何回か大きな大暴落があるんですけど、例えば1987年ぐらいにあった大暴落は株式市場で起きたんですけど、リーマンショックはもう私が担当してた証券化っていう市場の暴落がきっかけになってたので、まあ、本当に爆心地に行ったっていう、そういう感じですね。そのリーマンショックによって私たちがやったような会社のお金を突っ込んでみたいなリスクの高い業務っていうのは事実上なくなってしまったんですけど、その前ですね、もう本当にリーマンが潰れるその週末にですね、あ、これザ・インベストメントバンクだなみたいな経験しました。まあ、証券化っていう仕事自体がもうそのすごい高いリスクをもう相手にババ抜きのように引かせて回っていくっていうようなことをやってたんですけど、中でも一番大規模にやってたのがアメリカにあったリーマンブラザーズっていう名前の投資銀行だったんですけど、まあ、そこがですね、取ったリスクに耐えられなくなってどんどん経営状態が悪化していったんですね。そこが倒産してしまうとぐる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 回ってたお金の流れが止まってしまうので、世界中のあっちこっちにお金が回らなくなって、いわゆる金融恐慌みたいなことが起こるって予想されてました。その日がもうみんないつか来るなって思ってたのを、今日か明日かっていうのがだいたい2008年の7、8月ぐらいですね。で、9月の14、5日ぐらいについにもう耐えきれなくなってリーマンが潰れちゃったっていう感じです。リーマンブラザーズってどんぐらいでっかな会社だったんですか。アメリカのトップ5には入るような会社ですね。今でいうどのぐらいの会社となんか似たような世間にインパクトのある会社だったんでしょうか。商社でいうと三菱商事、三井物産、伊藤忠ぐらいが一番上のトップ3だとすると、まあ、その4番手5番手につけるぐらいの会社です、ね。じゃあ丸紅とかトヨタ通商みたいな会社が倒産する。あ、そうですね。それはインパクトでかいですね。ほっとくと潰れるっていうのが迫った時に、あのバークレーズが買収するっていう話が沸き起こったんですね。で、それそんな重要なことはもう我々には何も知らされないんですけど、ブルームバーグっていう金融業界のニュースがバーッと流れてくる端末にですね、なんかバークレーズが手を挙げたみたいな話があって、マジかと思ってたら、それが金曜日の夜ですね、今日はいつでもオフィスに戻れるようにしろっていう指令がニューヨークから来て、でちょうどその時ですね、リーマンの人もバークレーズの人もいるような投資銀行の内輪のパーティーみたいなのがあったんですけど、そこでもうリーマンの人がやけくそになって盛り上がってる最中にすぐオフィスに戻ってきて、戻ると何かなと思ったら、リーマンのアジアのアセット資産ですね、全部一晩中に値段つけろと、これから買収するからって言われてですね、ファイルが20冊30冊がドーンといきなり送られてきてですね、さあ一晩で値段つけなさいっていうような経験しましたね。要はリーマンが持ってるものの紙切れで全部これはいくら分の価値があるかっていうのを、リューデリみたいな感じ。そうですね、リューデリをしてる暇がないのでいいから値段つけろ値付けしろみたいな、これ多分1000億円みたいな、そんな、そう、そういう感じです。それで適当な値段言って、もし買えちゃって外した時にもう自分の立場ないから、はいはい、外しちゃいけないけど値段はつ つけなきゃいけないっていそれは浅い質問かもしれないですけど、全部安くつけたらどうなんですか。安くつけたことによって買収できなかったらお前の値付けが悪いって言われますね。買収できない状態っていうのはリーマン側が NG 出すっていうことですか。そうですね、リーマンっていうのはものすごい何兆円っていうお金を持っていて、ところがもう倒産近いから、まあ10分の1、20分の1とかの値段で売買されちゃうんですけど、そうするとじゃあその差額誰が負担するんだって言って、まあ、当然にはですね、世間はアメリカ政府だろうって期待してたわけですね。ところがでもアメリカの政府はそんな国民の税金をね、金融機関の救済に使えるかっていう意見も多かったので、その耐えられるギリギリを探るみたいな、そういう値付けですね。難しそうですね。まあ結果的にアメリカの政府があんまりリーマンのためにサポートしないっていうことで買収は不成立だったんですけど、ニュース見てるとバークレーズの当時の CEO がですね、あの買収の交渉に到着しましたみたいなニュースを食い入るように眺めてましたね。その日が要は一番外資系投資銀行っぽい。そうですね、もう夜中の3時とか4時とかにですね、もうニューヨークと頻繁にやり取りして、これいくらで行くとか、じゃあこっちはどうだみたいな話をやってまして、ある意味活気にあふれてました、うん、でも結果買収はしなかった。それでその時にニューヨークのボスから、リーマン買収の件は成立しなかった、明日は世の中ひどいことになるっていうメールが来て、でこっち徹夜だったんで、もう家帰って寝て目覚ましたら本当に大変なことになってましたなんで成立しなかったんですか。やっぱり値段が折り合わなかったと。で、折り合わなかった値段を政府がサポートしなかったということですね。
もう勝手にリスク取って、はい、膨れ上がったものを国民の税金では払えませんってきちっと言われちゃった、はいはい、大変だったっていうのも今見てる学生はまだ小学生とか、そうですね、はい、当時の記憶すらほぼないぐらいだと思うんですけど、どんな感じだったんですか、大変っていうのは。まあ、まずはその瞬間にですね、制度上の今まで俺たちは投資銀行だって言ったところがみんな普通の銀行になっちゃったんですよ。でおそらくその辺で投資銀行っていう言葉が廃れて、今はなんか皆さん外銀外銀って言いますよね。我々の時はあんま外銀っていう言葉なかったんですよね、うん、っていうぐらいまずは、ね、業態が変わったっていうのと、やっぱり無駄なリスク取るなと。金融ビジネスっていうのはもう経済を支える大事なビジネスだから、うん、そこを支えるのに徹しなさいっていうことが強く要求されるようになって、まあ、高額のボーナスもなくなりました。その代わりクビになったりもせず、今までブラックだブラックだって言われたところも、うん、どんどん改善されて、むしろ最近ホワイトなんじゃないかって言ってますね。なんかその大変だったっていうのよく伺うんですけど、一般市民からしたら何がどういう影響があったのかって分かりますか。例えばですね、株だとか投資信託で自分が1億円持ってるっていうものが毎日毎日値段が下がっていくんですね、はいはいはい、そうすると人の気持ちがすさんでいきますと、はい、で金融業界は人を雇えなくなってくるので、まあ、次々と部署を閉鎖したりクビになったりして、うん、もう周りの席がどんどん空いていくみたいな、あんまり気持ちよくないですよね。一般の人も、まあ、持ってる株だったりとか保険だったり金融商品みたいなものの価値がどんどん下がっていくから、お金なくなって消費もなんか冷え込んで全体的に不景気になるみたいな。日本はまだ影響が少なかった方ですけど、うん、アメリカの場合はもう GM っていう、もう当時世界一の自動車会社もそこで破綻してますね。リーマンブラザーズってすごい会社だったんですね。そうですね、そんなに影響があるってすごいですよね。最後ですね、投資銀行に行きたいという学生に向けてどんなことを勉強してたりとか、どんなことを意識してるといいのかっていう最後アドバイスだけお願いします。1にも2にも外資系なので、英語ができないと話にならないので、英語だけはやった方がいいですね。文法とか発音とか皆さん気にされるんですけど、お金の値段をドルで考えるとか、時刻をアメリカの時間で考えるとかっていうことができるとすごい馴染みやすいですよね。であとやっぱり軍隊なんで、日本って正直にできないことはできないって言いなさいって言われるんですけど、そういう人は長く続かないですよね。絶対できないのにできるって言わなきゃいけないと。でできるっていうためにはですね、ないアイデアを無理やり3つぐらいは常時言える訓練が必要になってきますよね、うんうん、まあ、そうすると長く生き残りやすくなるんじゃないかなと。あとフットワーク軽いっていうのは大事ですよね。なんか飲みに行こうったら、じゃあ患者ありますって、うん、その場で手を挙げるような人がやっぱり受けますよね。じゃあ今回富田さんありがとうございました。どうもありがとうございました。